どうも、コズです。今回ですけども、皆さんも気になってる選手の移籍事情についてということで、引き続きですね、下平拓海選手をお迎えして、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、もうシーズンももう10月ということで終盤戦。もう多分、選手、皆さんは来季の契約の話っていうのが多分おそらく出てるはずで。我々としてはそのストーブリーグというかその12月1月のオフシーズン、非常に選手の移籍動向を注目してるんですけれども、今回の、テーマ、目次としては、選手の移籍についてということで、所属クラブとの契約延長交渉や他クラブからのオファーというのはどういう形で行われるのかっていうところと、契約延長もしくは移籍を決断するときの決め手、そして自ら行きたいクラブに売り込むことなどあるのかと。いうふうなところ、ちょっとざっくり3点ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、まず、なんといってもその1つ目。契約延長交渉とか、そのよそからこういうオファーがあるよみたいなのっていうのは、いつ頃そういう話が出始めて、どういう方から、エージェントと契約してますとかもいろいろあるじゃないですか、選手によっては。そこら辺ちょっと教えていただきたいです。今ちょっと僕が J リーグにいないんで、もしかして古い情報になっちゃうかもしれないんですけど、まず、契約が切れるタイミングから6ヶ月前の時点から、他クラブとは交渉できました。僕がいたときは。ああ、じゃあ、あれですかね、その1月末まで契約とそうでかだす。と、そっから逆算して6ヶ月だから、7月、8月4月、8月。ぐらいからは他クラブと交渉していいっていう風な形になってるんですけど、実際それぐらいの時期から交渉してるっていう選手はほぼいなかったです。ああ、そうなんですか。なんでかっていうと、今いるチームに対してももちろん失礼ですし、その時点で、じゃあ、来季契約いくらでっていうのも多分、チーム側も提示しにくいと思うんで、もしかしたら怪我するかもしれないし、もっと活躍するかもしれないし、不調になっちゃうかもしれないしっていうので、半年あれば結構不透明な部分が多いんで、そんなに早くから交渉してるっていう人はいなかった。で、実際その水面下で交渉というか、ここのチームが興味持ってるよとかっていう話が出てくるのが、だいたい10月やっぱ今ぐらいなんですねぐらいですね。で、それも、なんていうんですかね。各チームに、要はリストみたいなのって作るじゃないですか。例えば、欲しい選手が、このポジションが欲しいってなると、このポジションの、1番手、2番手、3番手、4番手とかってあるじゃないですか。交渉可能リストみたいな。そうです。で、それの、要は上の方に乗ってる選手には、多分10月ぐらいから、どうですかとか、そういう話になっていって、その1番手がダメだったら2番手、2番手ダメだったら3番手っていうふうになっていくと思うんですけど、それの、リストの下の方だともっとずれ込んで、それこそ年明けになったりとか、ああ、結構ギリギリなんですね。ギ編リ成間近ギリ、みたいな。そうですね。で、リストに載ってるかどうかっていうのは、代理人がいれば大体、このチームが興味持ってるみたいだよとかっていうのはわかりますね。それっていうのは、その、クラブの強化部が、代理人を通して交渉を持ちかけるって感じなんですか？そうですね。基本、あんまり代理人ついてない選手の方が、多分試合出てる選手は少なかったと思います、僕がいたああ、時なるほは。ど。じゃあ、誰かしらと代理人契約をしてるから、そういう話はまずそこに通してっていう話ですか？そうですね。ああ、なるほど。もうやっぱ今時期なんですね。秋口。そうですね。今ぐらいの時期に、ちょっとずつ、っていう感じですかね。あとは例えば今の大宮とかだったらもう来年上がるっていうのが決まったんで、より交渉がしやすくなるというか。ああ、もう来年 J2 なんでみたいな。
そうです、そうです。まあ、予算も変わってきますし、選手に対してこう、自分たちはこうだからっていうのも提示しやすくなるし。なるほど。だから逆にその、どのカテゴリーにいるかが、なかなか決まらないと、補強も進めにくいというか。なるほど。そうなると予算も変わってくると難しい部分もあると思いますね、やっぱり。やっぱ今年のヴェルディなんかよくやってる方っすね、プレイオフで決まって。そうですね。いや、すごいと思います、本当に。なるほど、なるほど。はい。ちなみにそのエージェント選びっていうのは、はい。なんかどうやって選ぶんですか？エージェント選びは、僕の場合は先輩に紹介してもらってっていう形だったんで、なかなかなんか、何人もの人と、面談して、じゃあこの人にしようみたいに、はい。選んでる人はあんまりいないかもしれないですね。あ、じゃあ結構紹介メインだったりするんですね。そうですね。あとはその代理人によっては、その海外に強い代理人だったりとか、まあ自分が海外に行きたければそういう代理人をつけたりとか、そういうのは、そういう部分で選ぶ選手が、まあ今はもしかしたら多いかもしれないですね。なるほど、なるほど。はい。なんかその代理人の話をすると、なんかそのフリー移籍、はい、要は移籍金がかからない状態を狙って振り込むみたいな話もなんかネット上では出たりするんですけど、はい、それは本当にあったりはするんですか？その海外移籍の時、まあ海外移籍もそうですし、まあ国内もそうですけど、はい、なんだろう、移籍金がかからない方がその振り込みやすいとか、はい、まあ移籍金出やすいとかはあると思うんで、まあ、そうですね、それは多少なりともあると思いますけど、でも、生え抜きの選手だったら、その、お世話になったクラブにお金を残したいって思うような選手ももちろんいますし、海外に行くにしても移籍金残していきたいっていう選手も、ね、うんうん、いるんで、うん、どうなんですかね。それ結構選手のマインドによるって感じ、まあ、マインド次第だと思いますね、その辺は。なるほど、なるほど。はい。で、その次なんですけど、契約延長もしくは、はい、まあ、移籍を決断するときは決めて、はい。これ非常に興味あります。その、はい。決断のトリガーは何なんですかっていうところなんですけど。決断の決め手は、まあ、自分自身をどう評価してくれているか。うんうん、うん。中長期のビジョンで、そのビジョンの中に自分はどういう感じで入っているのかとか、うん、そういう部分と、まあ、あとはその、ね、仕事としてやってるんで、まあ、金銭面の部分だったり、待遇面のところだったりっていうところは、まあ、決め手の一つになるのかなと思いますね。なるほど。その中長期的なそのチームの、はい、まあ、展望みたいなところっていうのは、はい。その強化部長的な人がこうプレゼンするんですか？そうですね。僕が今まで移籍交渉したときは、大体、強化部長と、まあ、監督が来て話してくれる場合もありましたし。ああ、なるほど、なるほど。はい。あ、だからその監督変わると干されちゃうみたいなのがあるのは、そういったところもあるんですね。そうですね。ただ、その、やっぱ監督が欲しいって言ってる、くれる状態じゃないとなかなか行っても、ね、最初から使われないっていう場合もありますし。そうですよね。そこはちゃんと見極めないと。うん。はい。やっぱその出場できるかどうかって結構重要なんですか？なんか、試合に出すから来てくださいっていうことは、まあ、あんまないというか聞いたことないですけど、その、うん、どういうふうな、ポジションで、どういうふうなプレーをしてほしいとかっていうのを、その、監督なり、強化部の方から具体的に説明してもらえるかどうかっていうところは、結構ポイントかなと思いますね。なるほど、なるほど。はい。ちなみに、新潟はですね、J1 で人件費率が一番低いクラブ。はい。はい。マリノスが30億ぐらいで、新潟8億8900万とかなんですよ。はい。もう3倍以上開きがあるんですけど。はい。その、まあ、その地方、まして地方の1クラブで、はい、そのプレーしたいって思ってくれる選手の心境っていうのは、はい、どういう心境なんですか？その、まあ、一選手目線としての一意見で構わないんですけど、はい、まあ、新潟結構、まあ、ボール動かす面白いサッカーやってるよねとか、
はいはい、サポーター多くて熱いよねとかっていうのはよく聞くんですけど、はい、でも給料安いみたいな、はいはい、そこら辺はそれで埋まるもんなんですか、そのギャップというか。あ、でもそのそれこそリキさんが直接口説きに来てくれたりだとか、まあこういうサッカーを目指しててその中でこういうプレーをしてほしいだったりとか、そういう具体的さで全然補えるというか、あ、プラスに働くと思いますね。選手からしたら多分そのじゃあお金がいいけど、あのどういう風に使うかがはっきり分かんないよりはやっぱり、うん、そのどういうことをしてほしいとかはっきり言われる方が、はいはい、多分分かりやすくていいと思いますけど、ね、なるほど。ちなみに小野裕二選手は松橋監督が口説いた説があります。はいはいはい、うん、そうですよね、キーマンですよね、うん、完全。そうなんですよ、はい。で3つ目なんですけど、その、はい、自らこのクラブ行きたいみたいなのがあった時に売り込むとかってあるんですか。あ、海外とかに行く選手とかだと多分映像作ったりとかはあると思うんですけど、国内でこのクラブに行きたくて売り込むみたいなのはあんまり聞いたことないっすね。ああ、なるほどなるほど。じゃあもう国内席で言ったら自分の、はい、まあ、使われ方と、はい、待遇面ぐらいで、まあ、どうしようかなみたいな。そうですね。まあ、あとはその、やっぱり同じリーグにいたら、ね、映像っていうのは分かってると思うんで、あとはその、よっぽど、なんていうんですかね、魅力的というか、その、例えばやってるサッカーが、自分にめちゃくちゃあって、うんうん、自分のこういうプレーが生きると思うから、このチームに行きたいです、みたいに、そこまで思う、のであれば多分売り込むかなと思うんですけど、なるほど、あんまりそれは聞いたことないですね。なるほど。はい。まあ、ちなみにその新潟の話で言うと、はい。割と海外移籍しやすいんですよ。ああ、はい。そういうのは結構選手的にはプラスなんですか？海外に行きたい選手からするとプラスだと思いますね。ああ、なるほど。うんうんうん。だからもう本間志音選手、まあ今裏戻ってきましたけど、日本に。はい。はい。まあ伊藤亮太郎選手とか水戸俊介選手とか。はい。結構海外行ってるんで、はいはいはい、そうだ、多分そこら辺もあってその人件費低いけど、はい、結構その有望若手じゃないですけど、はい、まあそれこそ今ルヴァンカップで活躍して稲村選手っていう来年加入内定の選手もディフェンダーで、はい、いるんですけど、はい、そのマリノスって言ったら角田選手みたいな選手がいるんですけど、めっちゃいい選手じゃないですか。めっちゃいい選手なんですよ。はい。で、多分そういう選手が新潟選んでくれてる要因っていうのは多分そういったところもあると。はいはい。ああ、なるほど。ちなみにそのお金的な話で言うと、その出場給とか、はい。例えば怪我したらとか、はい。どんぐらい変わるんですか？ざっくり。怪我したら、怪我して給料が下がるっていうのは、その契約が切れるタイミングとかじゃなければ基本的にはないんですけど。あ、じゃあもう基本給的なのはあるんですね。そうですね。基本給があって、で、あとは、その試合に出た出場給とか、勝利給とか、まあ、選手の契約によってはゴール給だったり、アシスト給だったり、失点給とか。もありますね。ちなみにあの選手名鑑とかに載ってる推定年俸ってあるじゃないですか。はい。であれは間違いだみたいな声もよく聞くんですけど。はいはい。あれは間違いなんですか。いや、めちゃくちゃ合ってる選手もいますよ。あ、そうなんですか、はい、めちゃくちゃ合ってる選手もいるんですか。めちゃくちゃ合ってる選手もいますし、全然違う選手もいますね、あれは。あ、じゃあ合ってたり合ってなんか、それはその出場級とか勝利級の差が、はい、見積もりが間違ってるって感じなんですかね。あれはね、僕の予想ですけど、はい、例えばあのある年まではすごいドンピシャで合ってたんですけど、あのその年その前年とかに怪我で全然出てなかったりとかして、でそのタイミングで契約が切れて年俸下がるとかはあると思うんですけど、はい、例えばその期間に2年とか3年の契約した場合って給料基本的に下がんないじゃないですか。ああ、
あ、なるほど。だから複数年契約はその怪我の影響を受けないんですね。そうですね。はい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 。だからそこでギャップができるんですよね、ああいうのは。ああ、だからそれは、その書いてあるのが正しくないよっていうのは、そうですね。怪我してて下がったっしょっていう見立てが違うよねっていう場合がある。そうです。ああ、なるほどなるほど、はい。あ、じゃあ基本的な見立ては割と合ってることもあるんですね。いや、割と近いなっていうのは思いましたね。あれどっから漏れるんですかね。いや、わかんないですね。何なんですかね。でもなんかチームによっては、公表してるっていうか新聞とかに普通に金額載ってるとこありますよね。広島とか確か。広島載ってましたね。載ってますよね。あれ、合ってんのかどうかは全然わかんないですけど、うんうん、あんな堂々と金額出るんやったらなんか合ってんのかなって勝手に思ってるんですけど。まあ、確かに、うん。あ、なるほど、なるほど。じゃあそういうのが結構あるんですね、はい。そうですね。あ、じゃあやっぱ出るのも勝つのも重要だってことなんですね。そうですね。あ、いや、非常に勉強になりました。はい。いや、ちょっと、まあ、ちょっとこれからまた移籍期間始まるんで。はい、ちなみに、いや、僕、ちょっと、はい、ちょろっと炎上したりしたんですけど、はい。その、なんだろう、移籍の噂を、あんまり扱わないでほしいみたいな。はいはい、選手が、なんかインスタライブで、はい。話をされて、あんまり移籍、なんか噂とかやめてくださいみたいな。で、それの理由としては、はい、なんかその、選手個人本人にその知り合いの方から、え、お前どこどこ行くのみたいな連絡がめっちゃ来てめんどくさいと。ああ、はいはい。だからそういう噂でわーわー騒ぐのやめてくれみたいなのを発言されてた方がいて、はい。で、それで僕当時その噂とか遺跡の噂も含めて、はい。動画で取り扱ってたりしてたので、はいはい。これはコーズ TV が悪いみたいな流れが一回でできかけたんですけど、僕としては、その選手に直接聞く人のモラルの問題じゃないんですかって話をしてるんですよ。そうですね。なんか遺跡の噂出てもそんな連絡、あ、そんないっぱい来ますかねって感じですね。やっぱそれ選手にもよるんですね。だと思いますね。うん、なるほどなるほど、はい。じゃあそれはあんまりなんかそんな、まあ、気にしたり気にしなかったり気にしたりっていう、はい、まあそれ選手それぞれの問題ってことなんですかね。そうですね。でも遺跡の噂って、面白くないですか普通に。いや、そうなんですよ。僕、エンタメとして。はい。いや、結局、なんでそれ、興味あるかって、人事に興味あるからなんですよ。はい。これは、その、チームが強くなるか弱くなるかの、はい。非常に重要なポイントじゃないですか。はい、はい。だから、みんな興味あるじゃないっていう話なんですよ。はい、はい。そう。だから、なかなか、そう、そういう、外に、ちょっと燃えかけた時があったんで。へー。ちょっとこれ、選手にちょっと直接聞いてみようと思って。はい。いや、だって、ね、人事の話も、噂話も人間好きじゃないですか、みんな。そうっすよね。うん。そうそう。だから、なんか、いや、それ、なんか、そこでなんか俺言われんだとか思いながら。はいはい。一応その時はそういうふうに、結局、そこで選手が困ってるのは、その、はい、直接聞いてくる人が、その配慮が足りないからでしょって話を僕はしてる。いや、そうだと思いますよ。だって我々は別に選手と友達でも何でもないから聞けないし、はい、言えないし、はいはい、別にその実害はないじゃないですか。はいはい。そう、だから、そうです。だからちょっと違くねえかみたいなところでそこは反論したんですけど。はいはいはい。そうっすよね。わざわざ連絡しないと思いますけどね。まあそうっすよね。あんましないっすよね。うん。なんかそういうふうに決まったんだってとか言って。はい、頑張ってねとか。近くに来るじゃんとかはあるかもしれないけど。はいはいはい。そうっすよね。うん、そうそう。なんかそれがちょっと最後気になったんで、ちょっと聞いてみました。はい。はいありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで、ちょっと、多分視聴者さんも気になってる移籍の話について、下平選手にちょっとお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。